前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は田中くんね、田中幸喜くんのお話をします。今現在刑務所にいます。2年4ヶ月だったかな。あの人のね懲役は早いんであっという間に出てくると思いますけど、まあその田中くんがまたなんかやったっていう風に出て書類送検っていうから皆さんびっくりしたと思うんですよ。あれまだ刑務所行ってないの、なんかうまいことやってまだ保釈中とかって思いましたね私。どうなんだ。でそれが THCC とか TH なんとかっていうか、要はリキッド、去年の年末にそれを持ってるところを職質にあったそうです。でそれの成分がはっきり分かったということで書類送検ということで、あのまたかみたいになってね、あのなったんですけど、これねいろいろな意味がありますっていうのは、もう週刊して確定してます。で薬物に関して捕まってても後でいくら出てきてもそれはもう追起訴できません。基本的にだってそれやったらもうむちゃくちゃになっちゃうじゃないですか。薬物不思議なんですよ。後で1キロ出ようが100キロ出てこようがもうそれでどうこうできないんですよ。はい、それはそうですよね。もうだってそんなことをしたらもうあの重加算刑みたいになってっちゃうんで、どんどんそれはできないですよ薬物に関して。でもこれが殺人とか傷害とかまた別ですよ。これは薬物に関してはそうなんですね。なのでこれでどうこうなることはないです。書類送検されたって言ってもこれで起訴されるわけでもないし罪が増えることはないので、まあただ仮釈放の影響に関してはどうかなっていうのはありますけど、もう2年、もう残刑が2年ぐらいしか残ってないので、もう仮釈放の審査だとかいろいろ入っていく段階で、まあ、こういうことがあるとどうかなっていうのはあると思います。でただこの人もうダメだなっていうのはもう刑務所行く前にそれを持ってたっていうことなんですよね。あのどういうことかって言ったら、本当にこういうことから断ち切ろうと思ったら、これは要は法律が変わって違法になったんですよ。少し前までは合法だったんですよ。それは皆さんのところにも普通のところでショップで売ってたりいろいろあって、私も見たこともあ、こんな風に液体になるんだな、こういう風になるんだな、こういう電子タバコ的なもので、加熱してっていうことで、私はタバコもあれも吸わないのでやりませんし分からなかった。ただ匂いがするもんじゃない、こう加熱したって別に匂いがするもんじゃない、こんなん分かんないよねっていうことを、もう数年前こういうものが出た時に見たことがあります。その頃のやつっていうのは成分がまあ全然薄くて、なんだかなんかほのかな感じがする程度だったんですけど、その後やっぱり強烈なものが出たとか出ないとかっていうのはあったと思います。それを彼は持っていたんだと思います。で最初は合法だったんだけど違法になったことを知らなかった。でもそれは通らないんですよね。通りません。そんなことは理由は通らないです。ただ本当にこの違法薬物から離れようということなら、もうそういうことは近づかない、持たない、タバコすら吸わないね。私これサブチャンネルの方にそういう風なあの動画を出したところね、コメントのところで、ね、例えばアルコールを本当にやめたいっていう人なら、ビールとかもやめたいっていうなら、炭酸飲料も飲まないと、そういう刺激物も飲まないぐらいにしないとやめれないっていうことだから、これは合法だからいいよねなんてやってるっていうことは本当にやめようっていう気がこの男はないんですね。皆さんすごくかばったと思うんですね、この人のことを。だけど私は無理だと思ってるんですよ。だから田中幸喜っていうフィルターがかかってるからなんかちゃんとやってくれそうと思うかもしれないけど、こんなやつは刑務所にいくらでもいて、まあ元少年院の先生やってた金井先生も私と一緒なんですよ。要するに捕まっちまう側と捕まって指導する側が同じ意見だって、その時いやそんなことないです、公正的にはできませんよこれ。で彼が今までどんなことをやってきたかってざっといくと、もうウィキペディアに不祥事っていう欄があるんです。いや普通珍しいですよ。あの私もいろんな形で、まあ、ちょっと揶揄する形でいろんな人物をするときウィキペディア見てみましょうなんて、私もウィキペディアなんて結構大概のこと書かれてるからですね、あの信用できないんですけど、やったことっていうのは略歴はちゃんと書いてあるわけですよ。で、まあ1985年の11月5日生まれの38歳で千葉県柏市出身っていうようなことが書いてあって、ジャニーズに入ってどうのこうのっていうようなところがもう少しあって、もういきなり不祥事、もうこの不祥事の欄のがこの今までのことより長い珍しいタイプでございます。もう2017年の5月に、渋谷の路上でオーガニックをね、緑の葉っぱを所持したということで逮捕され、地元警察に、逮捕され、個人活動や何やらを休止したんですね。だけどこれ処分保留になってるんですよ。でそっから当事件捕まることはなくって、名古屋での2022年の2月ホテルで、ケミカル剤ですね、これを持っていたとして忘れちゃったんですね、この人。しかも忘れちゃってなんか
またそこのところにライブに行こうとしてね、なんか取りに行こうとしてたか、なんかそんなようなか、いやまあ忘れちゃって、普通だったらやめねやいのに、まだそこからやり続けて尿検査で陽性反応が出る、バカなんですねこの時点で。でもこの辺からああもうダメだというようなことになっていて、当初は、否認していたけど自分のものというふうに認めると。で起訴される。でそれが保釈され、1年8月執行猶予3年を言い渡された。まあね、またやるよ、またなるよって私言ってたんですけど、その9日後の29日、千葉県柏市、だから地元なんでしょうねこれ、地元の警察に逮捕で、7月4日には名古屋地裁の判決を不服で控訴して、でもうここからもうややこしくなると、何が何だか分からなくなって再逮捕され、保釈され、追起訴され、2日付で却下、なんか却下され、再び保釈を申請したけどもっていうことで、3度目の請求で保釈が認められて、9月2日に保釈金600万で千葉県の柏警察署から保釈される。だけどもこの9月2日に保釈されるんだけど、9月22日に千葉地方裁判所松戸支部で初公判が行われ、この田中聖がね起訴事実を認めたと。で第3回公判の論告では、検察側はこの田中に余罪があるため決心に応じられない、だからここなんですよ、結局ここで一旦執行猶予を出しちゃってダブル執行とかなっちゃうといけないからってことで、ダメだよっていうようなことをで、判決の期日も取り消される12月のっていう状態になっている中で、2022年11月29日に前年度の6月に知人女性に現金10万円を振り込むよう迫り、1万円を脅し取った恐喝の疑いで京都府警伏見警察署に薬物依存の治療のために入院していた千葉県千葉市の病院で、まあ有名な病院です、ここは非常に有名な病院です、大物芸能人ともたくさん入ってるすごく有名な精神科の病院ですね。でそこで逮捕され、伏見警察署に移送される。6度目の逮捕、私だって3回ですから、私だって3回しかない、彼はもう6度目やばいです。ただこれは京都地検はこの恐喝容疑については不起訴になったんですね、不起訴です、これは不起訴で、2023年1月24日名古屋高裁で、ケミカル剤取締法違反の使用と所持で、控訴審の初公判が行われ、弁護側は量刑不当、量刑不当って言ったらもうそれ以外もう量刑不当っていうのはもうね他に言いようがないということですで検察側は控訴棄却を求め即日結審で、柏市での事案の一審判決が千葉地方裁判所松戸支部から懲役1年4月実刑を言い渡された。同日判決を不服として控訴ね、やっぱ不服なんだこの人ね、認めないんだ。翌28日保釈保証金で300万円を納付して交流先の松戸拘置所から保釈された。で保釈されるわけですよ。で3月14日に名古屋高等裁判所は一審判決を支持し、田中の控訴は棄却された。同月24日田中側が名古屋高裁の判決を不服として最高裁に上告して、最高裁まで上告してるんですよケミカルの子で、それでも通るわけない。最高裁の上告っていうのはどういうことかって言ったら、憲法違反とかもう完全な事実誤認っていうこと、憲法違反かもう完全にこれは間違ってますよというようなことでしか上告できないんですけど、まあそんなものは無理ですね、はい、引き延ばし、これは単純に引き延ばしっていうことですね。で最高裁の第一小法廷は6月21日付の決定で、被告側の上告棄却、懲役1年8月執行猶予3年とした一審の名古屋地裁と二審の名古屋高裁の判決が確定することになったと。はあ、そういうことですね。で、まあ、7月の5日に次ですよ。千葉県柏市でケミカル剤を使用した罪などに問われた裁判の控訴審が東京高裁で開かれる。すごいですね。名古屋や東京やらでね。で、回復を支援する施設で生活するとともに、従業員として在籍することを明かし、芸能界復帰は一切考えてないです。まあ、ここはもうテクニックっていうか、働き先もあるお勤め先、更生施設っていうか、まあ、なんとかみたいなやつですね。私はあんまりそこも懐疑的なんですよ。いや、マジ真面目にやってらっしゃる施設もありますよ。だけどもそこに行ったから治るってわけではないっていうのはもう実際になってるんで、ね、まあこれ後に話しますね。9月12日控訴審の判決公判で、東京高裁は懲役1年4月とした一審判決を破棄し、懲役1年を言い渡した。で柏市での事案の判決確定は、この田中側は最高裁へ上告していたが、12月13日で最高裁は上告棄却、懲役1年実刑として二審の東京高裁判決が確定するっていうことで、まあここで多分足してこれが2年
4月になったんだと思いますよ。そうですね、この、最高裁懲役1年4月として一審をっていうのと、でも2年4ヶ月なんですよ。これちょっとすごい刑期計算でこんだけなると面倒、すっごい難しいんですよ。これ簡単じゃないですよ本当に。要するに拘置所に入ってた時のやつ、未決通算とかも引いたりなんなりするから、本当すごい難しいんですこれ。でところがその2023年の11月18日に東京港区六本木の路上で警察官の職務質問を受け、所持品から THCH を含むリキッドが発見。はあ。2024年2月16日に薬品医療機器法違反、指定薬物所持の疑いで警視庁麻布警察署から書類送検されたっていうのが最新なんですね。だからこのすごい立派な精神病院に入ったって、すごいそういういい施設に入ったって、この子の頭は薬物がいっぱい、薬物全開、とにかくもうやってないともう無理。普通さ、あれなんだよな、シャブ行ったらもうあの葉っぱなんか行かないんだよな。もう本当のジャンキーじゃんこれ。普通併用ってあんまりないんだよね。だからどうにもならないと思うよ。 何かしか持ってないと気が済まないんでしょうね。そういう人いますけど、どっちかって言ったら葉っぱ依存の人の方が始末が悪いかな。ライトっていうか簡単にいけるっていうか、やっぱりケミカルだと喋れなかったり出れなかったりっていうことがあるから、量が多くなると要するにあんまりちょろちょろしてない。この人外出たいタイプだもん、ダメだよね。普通はこもって家の中にいやいいのに、持って歩くってアホアホとしか言いようがない。本当にこれはね、一番やっちゃいかんこと。なんならもうそういうことを教える人もいなきゃ聞くあれもないんだろうな。まあ刑務所入ってね、今真面目にやってるみたいとか、おとなしくやってるみたいとか、それはそうでしょうね。でも出てきたらまたやるよこの人、本当によっぽどのことがない限り。まあ YouTuber そのままにしてるんだもんね。で芸能関係をやらないって言ったって YouTube ってまだずっとつなげっぱなしなんだよね。でいくらかに伸びて、こういうことがあるたんびに 見られて伸びるから、まあまだやってんだもんなこれ。あ、もう自分のやつは止めたのかな。ちょっと前まではあったよね。あ、止めたのかな。ちょっと前までやってたんで。いやーね、本当にね、ご自身の体で薬物のね怖さね、薬物依存の恐ろしさをね、この体現してるっていうかね、すごいなと思いますけど、まあ、こうなってはいけない、こうなってはいけないといういい見本だと思います。以上です。はい、皆様に少しお願いがあるんですね。実は懲役太郎長くやっておりますが、このチャンネル登録ということをね、皆さんにお願いしたことがないんですが、聞くところによると私どものこのチャンネルの不安層は40代から60代の人が多い。サブチャンネルじゃちょっとふざけてチャンネル登録って言ったら、もう一月に1万5000人も増えたんです。その中ではチャンネルを登録すると課金するんじゃないか、何か違う手続きに行くんじゃないかっていうふうに思ってる方が多くて、実は YouTube のチャンネル登録って無料なんです。そしてもう自分の任意で外せるんです。これにはお金はかかりません。そして大変な手続きもなければ課金もないし、トラブルになることはないです。本当にいいなと思ったらチャンネル登録すると、今度から私が新しいものを出した時に分かりやすいとか、これチャンネル登録されると私自身の励みにもなるんです。実は46万人いるんですが、チャンネル登録をしている人が3割4割なんですよ。申し訳ないです。これひょっとしたら私ね、皆さんがしてくれたら100万人いっちゃうかもしれないですよ。だからそう、本当に減るもんじゃないので、本当に損するものじゃないんで、騙されたというわけじゃなくて、本当にこれお願いします。一度していただいて、この私の内容が気にならなければ、解除していただいて結構なので、一度騙されたと思ってチャンネル登録してください。以上です。よろしくお願いします。